皆さんこんにちは。今日はカルシウムたっぷりのシシャモを使った和定食の作り方と、あと栄養解説をしていきたいと思います。それでは早速作り方からどうぞ。今回の献立はシシャモの南蛮漬け、豆苗とちくわのわさび和え、わかめと長ネギの味噌汁、あと玄米ご飯、こちらの4つになります。その中でシシャモの南蛮漬けと豆苗の和え物のレシピをご紹介します。まず南蛮漬けから作っていきます。甘酢ダレを先に作っておきます。お酢をはじめとする調味料をバットに入れ、よく混ぜ合わせます。続いて野菜を切っていきます。人参と玉ねぎとピーマン、こちらを細切り薄切りにして甘酢ダレに漬けておきます。野菜をタレによく絡めていきます。野菜が多くて混ぜづらい場合はボウルで混ぜ合わせてください。続いて最後に入れる舞茸もカットしておきます。そしてししゃもですね。衣があった方がタレが染みて美味しいので片栗粉をまぶしていきます。片栗粉をよく絡めたら焼いていきます。フライパンにお好みのオイルを少し入れて先ほどのシシャモを焼いていきます。油で揚げても美味しいと思うんですが、シシャモは脂質もそれなりに含まれているので、私は油を少なめに引いて焼いています。両面をしっかり焼いてこんがりしてきたら準備完了です。シシャモがまだ熱いうちに甘酢タレにつけていきます。最後に先ほどのフライパンに舞茸を入れてお水を少し入れて焼いていきます。蓋が少し減ったら甘酢タレに入れていきます。タレ、野菜と絡めたらサランラップをしていきます。食材にぴったり沿うようにラップをしたら1時間以上冷蔵庫に置いて完成です。続いて副菜の豆苗とちくわの和え物を作っていきます。豆苗はざっくりとカットしていき、レンジで温めていきます。温め終わったら水を切るのですが、少し熱いので粗熱を取っておきます。豆苗の粗熱を取っている間にちくわも切っていきます。ちくわはお好みのサイズにカットしておきます。粗熱を取った豆苗の水気を絞っておきました。醤油、わさびを加えてよく混ぜ合わせます。わさびが好きな人は2倍3倍とたくさん入れちゃってください。そしてちくわも入れてよく和えたら完成です。それでは盛り付けていきます。南蛮漬けのししゃもをそこから掘り出してお皿に乗せていきます。その上から野菜をどんどん乗せていきます。最後にタレもかけたら完成です。豆苗のわさび和えもお皿にのせていきます。ましてお米とお味噌汁を追加したら完成です。甘酸っぱくて冷えた南蛮漬けがさっぱりしていて夏にぴったりでとっても美味しいです。ぜひ試してみてください。
はい、では続いて今回のメニューの栄養摂取について見ていきたいと思います。こちらのグラフは左に記載の各栄養素を今回の食事でどれだけ摂取できたかを表しています。で、こちらの線が基準になっていて、こちらの基準線を基準として、こちらのグレーの範囲を1食分の栄養素の摂取の目標値としています。詳しいグラフの読み方は別の動画で出していますので、よろしければそちらもご覧ください。それでは今回の栄養を確認していくと、目標値から逸脱してしまったところはこちらの塩、塩分だけでしたね。塩分がちょっとオーバーしてしまいました。だいたい 2g ぐらいを1食分の目安にしていたんですが、倍以上取ってしまいました。なので、まあ、今回の食事は塩分が多かったという結果になっています。しかし他のタンパク質、脂質、炭水化物やここのビタミン、ミネラルですね、といったものはすべて目標値の範囲に収まっていて、非常にバランスのいい献立だったとわかります。はい、では続いてこちらとこちらのグラフを用いて、各食材からどのくらいの栄養素を摂取していたかを見ていきます。まずタンパク質、こちらはシシャモからメインで摂取していて、あとちくわにも含まれていました。で、脂質を見るとシシャモがほとんどですね、とあとは調理で使った油ですね、こちらからの摂取がメインになっています。で、こちらのタンパク質と脂質のグラフを見ると、シシャモは高タンパクですが脂質も多いなっていうふうに思うんですが、こちらのちくわが高タンパク低脂質ということがわかります。今回シシャモだけですとタンパク質足りないなというふうに思いまして、高タンパク低脂質の食材を何か追加しようということでちくわの副菜を作りました。続いて炭水化物は、まあ、お米ですね。あとはいろんな野菜だったりから摂取しています。続いて食物繊維は、まあ、お米、あとはわかめやまいたけですね。海藻やきのこには食物繊維が豊富に含まれています。あとはその他野菜などからバランスよく摂取していました。続いて飽和脂肪酸はシシャモの脂質に多く含まれていました。続いて塩、塩分ですね。こちらは加工品であるちくわだったり、あとシシャモ、あとは醤油と味噌ですね。こちら和食ですと非常に多く取ってしまいます。続きましてビタミン、ミネラルについてよく見ていきます。あとこちらのグラフでは各栄養素を一つ一つを見ていくのではなくて、ポイントとなる食材に絞って見ていきたいと思います。まずシシャモですね。シシャモは非常にカルシウムを多く含んでいます。シシャモなどの小魚ですね、例えば豆味、小味とかですかね、頭から丸ごと食べれる小魚、こういったものはカルシウムを非常に多く含んでいます。牛乳だったりヨーグルトなどの乳製品をあまり使わない和食の献立には、こういった小魚を使った料理を一品入れるとカルシウムがぐんとアップします。そしてシシャモは鉄分やビタミン A やビタミン E、ビタミン B1、ビタミン B2 なども豊富に含んでいます。そしてこちらの栄養素のラインナップにはないんですが、シシャモはビタミン D も含んでいます。ビタミン D はカルシウムの吸収を促進する働きがあります。なのでカルシウムと一緒に摂ることが推奨されています。ビタミン D は魚やキノコ類に非常に多く含まれていまして、今回シシャモを少しだけですとそこまでビタミン D が含まれていないので、キノコの中からマイタケを南蛮漬けに追加してみました。マイタケにも非常に多くのビタミン D が含まれているので、うちらと一緒に摂ってあげることでカルシウムの吸収率がアップするということになります。では続いて注目したいのがこちらの豆苗になります。豆苗は豆と野菜の栄養素をバランスよく摂ったような食材になっていまして、ビタミン A、ビタミン E、ビタミン B1、ビタミン B2、ビタミン C、 ここの項目にないとこで言うと、あとは葉酸だったり、あとビタミン K が非常に多く含まれています。こちらのビタミン K もですね、カルシウムとちょっと関係してきまして、ビタミン K はカルシウムが骨に取り込まれる、で骨を形成するといったところを促進したり、カルシウムが排出されるのを抑えるといった働きもあります。このビタミン K は豆苗以外ですと、例えば納豆にも非常に多く含まれていますし、あとはほうれん草だったりブロッコリーだったりの野菜にも多く含まれています。豆苗はビタミンのバランスも非常にいいですし、
今回のようにカルシウムとの相性も非常に良い食材なので、ぜひ日々の食事に取り入れてみてください。以上、ししゃもの南蛮漬けをメインとした献立のレシピとその栄養素についての解説でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。